相棒のような存在なので、ギターを弾くことで夢を見る若者がいます。そして自分の道を探していきたいな。ギターを作ることで夢を見る若者もいます。いろんな国の人たちが自分たちで作ったギターを弾いてるっていうのはもうすごい誇りですよね。人口およそ950人、西興部村です。基幹産業は酪農です。村の入り口でイメージキャラクターの瀬戸牛くんが出迎えます。この小さな村に世界中の演奏家が使うギターの本体を製造している第三セクター、オホーツク楽器工業があります。従業員はおよそ40人。村で一番大きな工場です。日本屈指のギターメーカー、富士源からの発注を受けて、ギターのボディの部分を製造しています。こういう長い材料を、今だとギターのサイズですね。ギターのサイズに切り出してます。エレキギターのボディはほとんどが木で作られます。弦を強く張っても歪まない強さと演奏しやすい軽さが求められるためです。本体の形を切り出すまではほとんど機械で行います。これ NC ルーターって言って、まあ、あっちでも見てもらった機械なんですけど、まあ、今ちょうどこの形からこの形にしてます。今この形からこの形にしてる最中です。次にマイクを埋め込む穴などを切り込んでいきます。一日に多い時は100体。年間で2万体を生産します。機械で削り出したボディは表面が粗い状態です。ここからの工程は職人の高度な技術が求められる手作業になります。手で見て、手で、あと感覚で確認してって感じでやってます。サロマ町出身の高橋亮太さんは音楽が好きという純粋な思いから19歳の時にこの工場に就職しました。やっぱ木はどうしても動いちゃうものなん で形も違いますし柔らかさも違いますしっていうところがあるんで、そこをこううまくきれいに整えていくっていうのはなかなかちょっと難しいところがありますね。日々感じるのは木という素材の難しさです。作業中にわずかなへこみを見つけました。水をつけてアイロンで温めてあげるとこういうふうに今へこんでたところが浮き出てきてると思うんですけど、微妙な熱加減で木を膨らませへこみを平らにしていきます。この辺は完全に手作業なのでしっかり人の目で見て直していかないといけないかなってところです。研磨の次は塗装です。わずかな塵やほこりが紛れ込むだけで商品になりません。空気中のほこりや余分な塗料を吸着するオイルを流しながら塗装を行います。この道30年、塗装技術部門のトップを務める藤田さんは最も神経を使うといいます。比較的作業的には工程が単純な作業感です。単純作業の方が逆に一番難しいかもしれない。常にこんな状態をキープしても答えが見つからないときなかなかあります。これといった答えが最後です。ここがでここで、まあ、塗装したものがこっちの工場に来て研磨されて、磨くっていう工程ですね。塗装の後に行う磨き、バフと呼ばれる研磨用のモップで最後の仕上げです。
ち上げてもらってできたんですけど、皆さん顔映りますか？顔が映ると思います。これが鏡面仕上げですね。出荷できるかどうか検品作業を行っているのは坂本拓馬さん、23歳です。ギター製作などを学ぶ専門学校を卒業後、埼玉県から移住してきました。自分の持ってる技能を活かせる場所っていうと結構限られてくるんで、それで自分の道を探していきたいなっていうんで、ちょっといろいろチャレンジしてみようと思ってしてました。どんどん自分のスキルが上がってるなっていうのがすごい感じられるんで、それは本当にそれこそ周りの人に教えてもらった時とかは本当に1日で結構上達したっていう風に感じられる。受け継がれていくものづくりの技術。小さな村のギター工場に若者が集まります。ギターに注いだ愛情が次の夢につながっていきます。山本新さん、26歳、札幌で音楽活動をしています。去年今年と2年連続で北海道を代表するロックフェス、ライジングサンロックフェスティバルに出演を果たしました。ギターとの出会いは9歳の時でした。父親がいきなりなんか奥からギターを出してきて、それがこのギターだったんですよね。もうかれこれ20年近く、はい、このギター弾いてると思います。この不次元製のアコースティックギターはおよそ50年前に作られたものです。ミュージシャンを目指していた父親が小学生の時に手に入れたものでした。受け継ぐっていう形でもこのギターを持つってすごい意味合いがあると思っているので、作り手もそうですし、この弾き手もそうですし、こういろんな人のこう思いが詰まったものだと思います。西尾コップ村は今ギター産業と若者への支援に力を注いでいます。若い人中心にいわゆる村も支援して、将来的にもこの昔から発足当時からの木材に関わる、村ということでギターの生産をですね続けていくように、村としても支援していかなきゃならない。ギターの原料となるシナノキはかつて西尾コップ村でも生産されていましたが、今は海外からの輸入と道内の他の地域からの木材に頼っています。西尾コップ村はシナノキの植樹を始めました。毎年およそ1000本を植えています。ギターの原料となるまで太く育つのはおよそ80年後。小さな村で生まれたギターがこれからも弾き手の夢を鳴らし続けます。